大反省会ですって、はい、何を反省するのよ。100万人の方にプレゼンってできないと思うんですよね。50年後の車の形ってどうなってるか分かんないし、こういう中に真実が隠れてたりするからね。一番いいなと思った車どれだったのよ今後日本は。僕日本の良さってね、本当にご来場ありがとうございます。ありがとうね、本当に。はいね、そんなに見るべきものもなかったと思うけどありがとう。あね、ちょっと主催者だったこれ今までモーターショーって1954年から始まってるんですよ。晴海でね、晴海で、うん、でその時は東京モーターショー、うん、で47回目になる前に世界のモーターショーってどんどん来場者の数が減ってきたんですよね。それで何とかしなきゃいけないって思ったのが、4年前のモーターショーです。でその時は何やってもいいからとにかく一回人を集めてみようよということで、ね、130万人集まりました。で日本でね100万人集まるっていうのは2つのビッグイベントしかないんですよ。一つは夏の甲子園。甲子園って100万人集めんだって、夏の。そしてもう一つがこのモーターショーです。で100万人集まるっていうことで自動車が動くと100万人集まるよということで、いろんな一緒に未来づくりに参加する人やらね、車大好き、運転大好き、そういう人やらベンチャーやら他のインダストリーやらいろんな人を集めてやろうとしたのが今回なんです、うん。だから東京という名前をジャパンと変えて、そして、モーターショーをモビリティショーに変えて、今回第1回目としてやったのが今回であります。結構変わったよね、内容ね。逆に言うとだからもう車だけっていうのじゃもうとどまらなくなってきたのよね。そう思う、うん、まあだから結構スタートアップ企業みたいな人もいっぱい参加できるようにしてね、うん、100社ぐらい集まって、うん、それでやっぱりそのベンチャー1社ではね、うん、やっぱり100万人の方にプレゼンってできないと思うんですよね。そうね、うん、だからあとやっぱりなんかそれだけのイベントにしても集客という面ではやっぱり劣るじゃない。だからこういうのと一緒にやることでアピールできるっていうのはいい機会よね。と思う、うん、やっぱりモビリティの、社会で未来を作っていくためにはやっぱり日本で活躍をしてる、これから活躍をしようとしてる、スタートアップ企業の方々に、投資家の方々とねマッチングをして、それで、そこで新しいビジネスへの第一歩をやってもらおうかと。こういう場ってありそうでなかったもんね。会長が考えたの？いやいやいや僕考えてないんだけど、そういうとこは謙遜するわね、いろいろ本当にもう。でそうなってくるとね、最近このモビリティショーなりモーターショーなり2年に1回やってるんですよ、うんね。もしこういうマッチングだとかいろんなその技術の展示会、ちょっと2年だともう遅いんだと思う。毎年少なくとも毎年やらないと、うん、だからぜひね、ぜひ、次の次公会会長さんにはねうわ変な圧をプレッシャーを与えるわね本当ぜひ1年に1回ねやることを、ご検討いただくといいかな。いやもうねご無理はなさらずにはいこれ大変なのよ、このイベント開くだけでも会長自身が見て、うん、ちょっと一番いいなと思った車どれだったのよ今回これいいわねって思った車ってまあトヨタの車でもいいし他社のでもいいですよトミカかな。トミカちょっと喜んでるわよ今もう葛飾区は大騒ぎよあんたもうそうね。でもトミカさんとかあとプラレールとかも出してくださってたよね、宝富さんね、うん、トミカはやっぱりね夢があるでしょ、子供は。だから好きなのよやっぱり。それとやっぱり手に取れないとね。そうね、うん、今回いろんな企業さんが集まって、うん東ですと一つの会社が一つのブースを出展する、うん、ここの西ですといろんな会社がいろんな連携をすると未来の東京がどういうふうに作られるかっていうのを表現しています。で一つはこの4足歩行のこのモビリティですね。これは世界初の乗り物でして、うん、タイヤではいけないような瓦礫の中をなるほどで行っていろんなだからその過酷な現場とかで車じゃないところで人を移動させるための、はい、なるほど、はい、すごい。これは どういう会社が作ったのこれ？これジェットコースターとかそういうのを作っている会社さんなんですね。へえ。ジェットコースター、はい、そういう遊具を作っている。そうか、だからあれアトラクションみたいな。そうです。わかんないもんだね。そういう会社が車の技術にこれから役立ってくるかも。モビリティショーとしたがゆえに、うん、いろんな人が参加しやすくなった、うんうん、自分たちの会社の技術がこれからそのモビリティの中で活かせると思ってさ、うん、研究してる会社がいっぱいあるってことだもんな。それとねやっぱり研究者の、常としてね、うん、研究室だとか関係者と一生懸命開発してるというのが普段のお仕事だと思うんですよね、うん。それがねやっぱりこういうモビリティショーに持ってくると一般の方普通の感覚のなるほどフィードバックが出ると思うんですよ。要はどうでしたかって言って、うん、帰ってくる言葉は研究者の言葉じゃなくてよりユーザーの言葉、ユーザーの、うん、それがねいろんな展示があった中で皆さんそういうフィードバックが非常にありがたいっていうふうに言ってましたね、うん。これだからさこの規模でやらなくてもどっかでやれるよね。そうそうできる本当に、うん、やった方がいいと思う、うん、いや、うん、もう本当に自動車工業会の人いる？はい、ここにいます。お前そうだけど、うん、より自動車工業会の人より自動車工業いや違うねもう、ね、ダチョウ倶楽部じゃないんだからいいのよそういうのこれも説明すんの？ソファー型モビリティ。そう、はい、もう一つのテーマがね多様化。あ、じゃあ本当に乗って確かめてもらったんだ。そうなんて言ってた？ね彼が言うのは、うん、やっぱり普段その車椅子でしょ、うん、ちょっとお茶取りに行きたいなとかね寝っ転がったままそういう時めちゃくちゃ便利。なるほど、うん、じゃあ私も欲しいかもあ、すいませんごめんなさい、うん、ごめんね、はい、だからね一つの選択肢じゃなくていろんな選択肢をこうやって持てることがねモビリティという名前を変えたことによって多くの選択肢がね移動手段に出てくる可能性をちょっとものすごく感じましたね今回は。どう会長もこれから今後日本は日本人の良さってね僕ねありがとうと言い合える世界だと思います、ね、ところがなんとなく最近ねいろんな報道とかねいろんなものを見ててもなんかちょっと指摘するとかねそういうその世の中が全てねなんか断絶とかね対立とかそういうふうになってる中でやっぱり自分のできる範囲でありがとうと言い合える第一歩をね大人が示していかないと、子どもたちそれ見てますから、うんね、やっぱり子どもたちが ありがとうと言い合って助け合ってる大人を見ていくとあいいなこういうのって思ってそれをベースにきっと未来づくりすると思うんですよね。だからそんな姿を見せるね大人がね今すぐいっぱい出てこないと。でもトヨタってその日本的な価値観みたいのをちゃんと守りながら成長してるじゃない、うん、グローバル化が進んで世界の基準がこうってなっているのも完全にそれに乗っからずにちゃんと日本っぽさ日本の企業であるところっていうのをちゃんと維持しつつ成長してるじゃない、うんはい、なんか回り道なように見えるけど、うん最終的に世界で武器になるのってそこな気がするのよね、うん、だからちゃんと生かしてやってるよね。急に世の中変化するわけでもないし、うん、やっぱり今ある世界っていうのは、過去においてねなんかコツ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 とやってくれた人の結果が今出てる、うん、それだったら未来に向けても今我々がコツ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 ね、今は評価されなくてもいいけど、今コツ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 やってることが未来のね、ありがとう、未来の素敵、未来の笑顔になるならね、そういうことをやる人を増やしていきたいなとも思いますね。あんたもうさ、自動車頼みじゃない今もう日本って、はいね、いろんな基幹産業いっぱいあったけどさ、もう結局雇用も含めて今日本経済支えてる筆頭よね、うん、自動車産業が。その部品メーカーとかもこれからまた新しく参入してくるところも含めて、うん、それはね、うん、やっぱりこのモビリティショーっていうと本当に商品にね、ワクワクして来ていただいてる皆さんのおかげだと思います。本当に、皆様方がお支えいただけないとね、自動車業というのはモデルチェンジもできないし、ね、なんか技術革新も止まってしまうような気がするんですよね。だけど、それを使っていただいている、そして笑顔になってる、ありがとうと言ってくれる方がおられるがゆえに、開発陣はね、また新たなありがとうが欲しくなって、もっと勉強してもっと働くね、世界ができると思うんですよね。